ランス・アーチャーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州オースティン出身。本名は、ランス・ホイット。2000年7月にプロレスデビュー。地元テキサスのインディー団体で活動していた。2007年2004年3月、ティネに入団。入団当初は、ダラスというリングネームで、キットキャッシュとのタッグを結成し、NWA 世界タッグチーム王座を獲得するなど、活躍。 2005年より、リングネームを、本名のランス・ホイットに改めてリングに上がるようになる。キャッシュ対談後、しばらくシングルで出場していたが、2007年より、ジミー・レイブ、クリスティ・ヘミと共にロックン・レイブ・インフェクションなる、バンドギミックのユニットを結成し、リングネームを、ランス・ロックへと変更。ヘミがボーカルを務め、レイブとランスがゲームである、ギター・ヒーロー専用のギター型コントローラーを弾きながら、 入場することが恒例となっていた。パロディーユニットではあるが、モーターシティマシンガンズや、チーム 3D といったトップのタッグチームと構想を繰り広げた。2008年に、レーブが長期の負傷欠場をしたことをきっかけに出場機会は激減し、2009年2月にティネから解雇となった。2009年、全日本プロレスに参戦。ブルドゥ・マーダーズに加入する。 2009年4月に WWE と契約を交わし、入団。参加団体の FCW を経て、11月3日に ECW にて、バンス・アーチャーのリングネームでデビュー。しばらくジョバーを相手にスカッシュマッチを継続して、連勝していたが、シェルトン・ベンジャミンに、初黒星をつけられたのをきっかけに構想を開始。FCW 時代 ECW が、放送終了後、RAW。 スマックダウンのどちらにも所属していなかったが4月にスマックダウン所属になった。以降、レッスルマニアイクスビのバトルロイヤルに参加したこと以外は FCW で再調整を続けていたが5月13日放送のスーパースターズで WWE に最昇格したカート・ホーキンスとゲート・クラッシャーズというタッグチームを結成する。 その後はスマックダウンで試合終了後のクリスチャンや MVP を襲撃しこの二人との構想が組まれていた。クリスチャンだとの構想終了後はスーパースターズを中心にデュードバスターズと構想を繰り広げるも一勝2敗と負け越した。その後10月7日放送のスーパースターズでクリスマスターズとシングルマッチで対戦した際にリング下に付き添っていたホーキンスにクローズラインを誤爆してしまう。 そのことが原因で、ホーキンスに妨害されて、試合に敗れた上に試合後もホーキンスに襲撃され、事実上をタッグ解散となった。ホーキンスとの交渉が発展するかと思われたが、一度も対戦しないまま11月19日に、WWE 公式ホームページにて解雇が発表された。WWE 対談後は、インディ団体の RCW に参戦し、 2011年1月7日に、シコデリコジュニアを破って、NWA テキサスヘビー級王座を獲得した。5月15日、新日本プロレスのペンシルベニア大会に乱入し、小島聡を襲撃、6月18日、ランスアーチャーのリングネームで新日本大阪大会に、正式参戦する。鈴木みとのタッグを組み、小島、真壁が田脇組と対戦、鈴木が、 こっち式、パイルドライバーで、小島からホールを奪い勝利した。以後は鈴木が率いるユニット、鈴木軍のメンバーとして新日本に定期参戦する。8月には、鈴木軍として G1 クライマックスに初出場。10月には、鈴木とタッグを組んで G1 タグリーグに出場する。初戦こそ、バッドインテンションズに黒星を喫するが、 以降勝利を積み重ね決勝トーナメントに進出した。決勝戦で同タッグチームと対戦し、アンダーソンをダークデイズでピンホールを奪い優勝を果たした。そして11月12日に決勝戦のリターンマッチとして IWGP タッグ王座に初挑戦したが、バッドインテンションズの合体技であるジャイアントガンスターを喰らい、体感とはならなかった。 2012年3月18日に、高山義弘とタッグを組んで天庫寺の保持する、IWGP タッグ王座に挑戦するも敗北した。7月22日にカオスとの交想に収束を果たし、同王座に返り咲いた天庫寺の前に姿を現し、新たなパートナーを引き連れて、挑戦を表明した。そのパートナーが、ハリー・スミスであることが発表された。後にタッグチーム名を、 キラーエリートスクワットとする。10月8日の PPV、NJPW40th Anniversary King of Pro、レスリングにて、天古寺が保持する IWGP タック王座に挑戦し、勝利を収めて、第61代 IWGP タック王者となった。2013年4月20日、NWA ヒューストンのイベントである、パレード・オブ・チャンピオンズにスミスと共に参戦。 NWA 世界タッグ王座保持チームのキングス・オブ・ザ・アンダーグラウンドと IWGP タッグ王座と NWA 世界タッグ王座をかけたダブルタイトルマッチにて勝利しタッグ2冠王者となった。2015年1月より鈴木軍がプロレスリングノアを襲撃以後定期参戦するがアーチャーも鈴木軍の一員として行動を共にしレギュラー参戦する。 デイビー・ボーイ・スミス・ジュニアとのタッグチーム、KES で第33代 GHC タッグ王者となり、歴代最多の重度の防衛を記録した。2019年8月2017年からは、鈴木軍の一員として、再び新日本プロレスに参戦している。デイビー・ボーイ・スミス・ジュニアとのタッグチーム、KES で9.10福島、9.16広島、 9.24神戸の3大会にわたって、行われる IWGP タッグ3ウェイマッチ3番勝負で、王座に挑戦。ゲリラズ・オブ・デスティニー9月10日、県営アズマ総合体育館で行われた、ディストラクション・イン・福島で、王者ローハンソン、タマタンガとの IWGP タッグ戦3ウェイマッチの初戦を戦うがロアが、ローにフォールを奪われ敗北。9月16日、 広島サンプラザホールで行われたディストラクションイン広島で王者ローハンソン、タマタンガとの IWGP タッグ戦三ウェイマッチの二戦目を戦うがデビーボーイ・スミス・ジュニア、ガローにホールを奪われ敗北九月二十四日神戸ワールド記念ホールで行われたディストラクションイン神戸の第五試合で KES として王者ローハンソン、タマタンガと IWGP タック戦3イマッチの最終戦をトルネードマッチルールで戦った。最後はキラーボムを決めてローを葬り約3年8ヶ月ぶりに IWGP タック王座を獲得した。2019年5年ぶりに G1 クライマックス出場、ウィルをスプレーエビルバッドラックファレを破るも6敗と大きく負け越しリーグ再開となる。しかし、 SNS 上のファンのコメントや対戦した選手からは自身が賞賛される声が多かった。10月14日の両国国技館大会においてジョン・モクスリーの欠場に伴い急遽組まれた IWGPUS ヘビー級王座決定戦にエントリーされジュース・ロビンソンを下し新日本プロレスで自身初のシングル王座を体感した。11月10日には ジュースの名誉であるデビット・フィンレイを下し、王座防衛を果たす。2020年1月4日、東京ドーム大会にて、モクスリーを相手にデスマッチ形式による防衛戦を行い敗北、王座から陥落した。2月1日のジェフ・コブに敗れた試合を最後に、新日本プロレスを退団。エッド正式に契約を結ぶ。レジェンドレスラーであるジェイク・ロバーツをマネージャーに従えて、活動。 イブド・クローをフィニッシャーにするなど、新日本プロレス時代のギミックを流用している。2メートルを超す体格を生かしたテキサス出身の選手、らしい、荒々しいラフファイトが主体である。大型の選手ながら、身のこなしが軽く機敏な動きをこなすことが可能であり、ここぞという時には、ムーンサルトプレスなどの空中技も使用する。NWA 世界タッグ王座、IWGP タッグ王座、 ありがとうございます。